夏に増加する水難事故に備え、佐賀県では大規模な水難救助訓練が行われました。佐賀市の加瀬川ダム周辺で午前9時半から行われた訓練には、消防局水難救助隊や県の防災航空隊が参加しました。今日の訓練は3年後に開催される佐賀国体で、ボートカヌーの会場となる釈投げ湖周辺で練習中の選手が溺れた想定で行われました。今回は今年度から導入されたタブレット端末を使って、遭難した選手の正確な位置や状況を速やかに共有した上で、航空隊のヘリコプターと水難救助隊員が協力して上空と水中から救助に当たりました。佐賀広域消防局では、いつ水難事故が発生してもすぐ対応できるように毎日備えて訓練をしていきたいとしています。